田村智子君。日本共産党の田村智子です。今回の道路交通法の改正で電動キックボードが対象になるんだというふうに最初聞いたときにはですね、私はてっきり規制を強化するのだとばかり思っていました。交通ルールを無視した危険な運転の実態が報道番組でも取り上げられていて、安全対策が必要だという問題意識を持っていたからです。ところが逆に規制を緩めるというので、率直に言って驚いています。現行法ではこれまでもあった通り原付バイクと同じ一般原動機付き自転車とされていて、免許証が必要、車道通行、ヘルメット着用義務も課せられていると。法案では最高速度を制限することで新たに特定小型原動機付き自転車と指定して免許は不要、自転車専用道路、最高速度6キロ以下ならば歩道の通行も可能とすると、ヘルメット着用義務も努力義務に緩和をされる、答弁あったとおり自転車と同じ扱いにするということですよね。でまずお聞きします、電動キックボードの交通事故発生件数、直近3年事故総数の推移を教えてください。警察庁交通局長楠木義信君。お答えいたします。電動キックボードが第一当事者または第二当事者となった人身事故で都道府県警察から警察庁に報告があった事故件数は、令和2年中が4件、令和3年中が27件、令和4年中2月までが5件でございます。田村智子君。今人身事故に限ったようなんですけれども、私事前に聞いていた数字では、事故件数2020年10件、2021年110件と、2022年2月までの数字で16件というふうに聞いているのですが、それは正しいですか。警察庁楠木局長。お答えいたします。物件事故につきましては令和2年中が6件、令和3年中が83件、令和4年2月までが11件となっております。田村智子。はい、足し算すると私が今言った数字ということになろうかと思います。で資料の1枚目、各月ごとも含めてその事故件数を示しました。急増してるんですね。でこの昨年の、事故増加原因をどのように分析されているでしょう。警察庁楠木局長。お答えいたします。事故増加の原因につきまして一概に申し上げることは困難でございますが、電動キックボードの利用が拡大してきていることも要因の一つではないかというふうに考えております。いずれにいたしましても引き続き電動キックボードの守るべき交通ルールについての広報啓発や悪質危険な違反に対する取り締まりを徹底するなど、関係省庁や事業者と連携して安全対策にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。田村智子君。利用が増えているからではないかということなんですね。警察庁は昨年9月、都道府県警本部長宛に通達を出しています。近年、電動キックボードをはじめとする低速小型の電動モビリティ以下電動キックボード等というに対する社会的関心が高まっており、電動キックボード等の利用者は増加傾向にあるが、利用者の増加に伴い一部地域では交通違反や交通事故が発生しており、今後その件数が増加することが懸念される。こういう認識を示した上で、悪質危険な違反は積極的に取り締まるよう指示をする通達なんですね。で資料の2ページ目、警視庁大阪府警の、事故件数および取り締まり状況です。これ件数、特に急増しているんですね。どのような違反が多いんでしょうか。警察庁楠木局長。お答えいたします。昨年9月から本年2月までの6ヶ月間における検挙件数168件のうち、多い順に申し上げますと、通行区分違反が86件、信号無視が20件、一時不停止が20件、整備不良が12件となってあります。田村智子君。通行区分違反が一番多いと。昨年5月、大阪市で歩道通行中に歩行者に衝突をした電動キックボードがそのまま逃走したと。歩行者は重傷というひき逃げ事故も起きています。これも通行区分違反ですよね、まずはね。歩道を走ってるわけですから。で資料3ページ目からは、昨年9月から今年2月、月ごとの詳細な取り締まりの件数なんです。最も件数多いのが8ページ目の今年の2月なんですね。
で、規制が緩いはずの新事業活動、つまり実証実験地域で取締り件数が急増して、違反も急増です。通行区分違反は実証実験地域だけで告知装置で50件、指導警告13件に及んでいます。今、車道しか認められていないのに、歩道を走行する事例は決して少なくありません。歩道での走行は最高時速6キロに制限されたものだけにするというけれど、電動キックボードが歩道を走れるという改定にほかならないわけです。大臣、重大事故の原因ともなっている、この通行区分違反、走っちゃいけないところを走る、これで危険な運転をね、今回、合法化すると同じだと思うんですよ、これでは。これで電動キックボードの事故を減らすことができるんでしょうか。二之湯国家公安委員会委員長。電動キックボードにつきましては、その使用実態を見ますとですね、自転車並みの速度、20キロ以下ですね、走行しないものもございますので、一般的な原動機自転車と同様に扱うことは必ずしも適量ではない場合も認められるわけでございます。そこで、性能上の最高速度や大きさが自転車の同程度のものを現行の原動機付き自転車から切り出して、特定小型原動機付き自転車、いわゆるその電動キックボードと定義し、自転車と同様の交通ルールを定めることとしたわけでございます。これにより、守るべき交通ルールが明確化されまして、その内容を周知徹底することにより、交通秩序の確立につながるものと考えております。いずれにいたしましても、電動キックボードによる事故を一件でも減らすことができるよう、関係省庁や事業者と連携して、安全対策にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。田村智子君。今回の法案の改定を実証実験やったところで、違反がこれだけ急増した。歩道を走れるという誤解が広がって、違反件数が増えたとも言われているんです。電動キックボードは歩道通行できないということを、私は徹底すべきだったというふうに思います。ヘルメット着用義務も緩和されます。警視庁の資料では、海外での事故についてまとめていますが、脳の損傷など深刻な事例は少なくありません。法案では自転車についてはヘルメット着用の努力義務が新たに加わります。一方で重大事故、危険運転が急増している電動キックボードは努力義務に緩和をすると、このように規制緩和をしてより安全運転を徹底するという実効ある仕組みはどのように取られるんでしょうか。警察庁楠木局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、特定小型原動機自転車の安全な利用を促進する観点からは、交通ルールを周知する機会を設けることが重要であるというふうに考えております。そこで改正案では、特定小型原動機自転車の販売やシェアリングの事業を行う者に対して、購入者や利用者への交通安全教育を行うことを努力義務として課すことといたしております。警察といたしましては、事業者と関係省庁とで組織した官民協議会における実効的な交通安全教育のあり方に関する検討状況等を踏まえ、事業者と連携して交通ルールに関する広報啓発を積極的に実施してまいります。また特定小型原動機付き自転車を引き続き原動機付き自転車の一類型として位置づけ、交通反則通告制度の対象とすることといたしておりまして、これにより違反行為に迅速に対応することが可能となっております。さらに特定小型原動機付き自転車について違反を繰り返す者に対しましては、講習の受講を義務付け、違反の抑止を図ることといたしております。田村智子君。現行ね、免許証必要ですから、交通ルールはたっぷり勉強して試験も受けてるんですよね。そこを緩めてね、講習でルールを徹底しますっていうのは私は違うと思いますよね。自転車について信号無視や右側通行、煽り運転などを道交法の処罰対象としました。これも講習命令で、違反繰り返した場合ね、で命令違反に対する罰金と、で今回の法案で電動キックボードの悪質運転も講習命令と、それでも講習受けないという場合には罰金ですよね。で青切符っていうのも答弁がありました。すでに警視庁と大阪府警は、悪質な電動ボード その違反者に対してもですね、青切符を発行する運用を始めていて、新たにそういう取り締まりをやるというわけでもないんです。しかも青切符というのは、刑罰で禁止される違反行為であっても、
反則金を払えば刑罰を免れるということを保障する制度なので、これだけでは交通違反抑止効果は十分でないと言わざるを得ません。違反行為を繰り返す場合、交通違反点数制度による免許停止取り消しがあって、悪質な運転者を排除することができます。しかし違反をしても取り消すべき免許がなくなれば、悪質運転を繰り返す者を排除ができなくなるんじゃないのか、むしろ現状よりも増える危険性があると思いますが、大臣いかがでしょうか。二之湯国家公安委員会委員長。電動キックボードの違反行為はですね、東京や大阪等の大都市にですね、多く発生していることから、こうした都市部における対策が特に重要であると考えております。委員ご指摘のように、電動キックボードの事故が増えることのないように、電動キックボードの守るべき交通ルールについての広報啓発やですね、悪質危険な違反に対する取り締まりを徹底することが大変重要であると認識をしております。引き続き関係省庁や事業者と連携して、安全対策にしっかりと取り組むよう警察を指導してまいりたいと考えております。田村智子君。今回海外と比べて過剰な規制があるために、手軽なパーソナルモビリティが普及しない、だから規制緩和をという議論がこの法案の背景にあると私は理解をしています。しかし先に爆発的に普及した海外ではどうなっているか、経済産業省第3回多様なモビリティ普及推進会議で、ジェトロが諸外国の電動キックボード関連規制と題する資料を配布しています。アメリカなどの普及状況の説明で、各地の課題、発生している問題点についても記載があります。紹介してください。経済産業省大臣官房審議官柴田啓司君。お答え申し上げます。委員言及のありました第3回多様なモビリティ普及推進会議、これ2019年の10月に開催されたものでございますけれども、この中で JTOL の方からアメリカ、ドイツ、フランス等の諸外国の電動キックボードに関する制度状況についての報告がなされたということで、その中で挙げられた各国の課題問題点につきましては、例えばアメリカに関してではサンフランシスコ市では2018年3月に複数事業者がシェアリングサービスを提供開始したが、ルール違反や危険性が問題となり規制に踏み切ったとの報告がございました。またドイツについてはベルリン市では約9000台が流通、2019年6月15日から3ヶ月間に74件の事故が起きており、多くが飲酒を伴うなど問題点となっている。フランスについては乗り捨てシェアリングサービスが普及、事故の多発やベビーカーや車椅子の通行を妨げる密室状な駐車が課題となっているとの報告があったところでございます。田村智子君。そういう問題が多発してアメリカのカリフォルニア州でも規制を強化しています。フランスでは2019年11月に最高速度25キロに制限し、歩道の通行禁止、専用レーンか車道のみ走行可能としました。パリ市はこれに先立って2019年7月に駐車スペース以外の駐車を禁止し、最高速度を20キロ、混雑しているところは8キロとし、21年にはさらに最高速度10キロにするなど、規制強化を強める方向に動いています。シンガポール、歩行者との接触事故が相次ぎ、駐車による混雑も深刻化し、規制強化に乗り出している。2019年7月から車両登録の義務化、さらに車検も義務化、20年1月から歩道の通行禁止、22年1月から免許証ではないけれども、記述試験を義務化し、合格には8割以上の点数を必要とする。韓国でも事故が多発をして、最近16歳原付免許以上とし、ヘルメット義務化をするなど、規制を強化したばかりなんです。爆発的に普及した海外では、接触事故などのトラブルや駐停車の問題が深刻化して規制強化に向かっている。こういう海外の経験から、普及すればするほど規制が必要になってくるということが明らかだと思うんですけれども、このような海外事例を警察庁はまともに検証しているんでしょうか。警察庁楠木局長。お答えいたします。警察庁
の有識者検討会におきましても、海外における電動キックボードに関する交通ルールや事故の発生状況について調査を行ったところでございます。で、今回の改正案では、その調査によって明らかになりました外国の制度も参考としつつ、我が国の実情に応じた交通ルールを定めることといたしたものでございます。田村智子君。私には参考にしているとはちょっと到底思えないですよね。自民党のマース議員連盟や事業者から電動キックボード普及に向けた要望を受けて今回の規制緩和が進んでいるというふうにも私は受け止めてます。電動キックボードの事故がさらに増えるという懸念は新聞各紙あるいは車の専門誌とさまざまなところでこれまでも指摘をされてきました。2020年12月に行われた自民党マース議連 PT では事業者団体でさえ不適切な走行が減る見込みがありませんと指摘をされています。それでも普及を優先させて交通安全を後退させるこういう規制緩和は私は認めるわけにはいかない。電動キックボードは自転車と違うということを私先日内閣委員会としての市場に参加をしてそう確信をいたしました。自転車は20キロで走れると言いますけれども、サイクリングロードならともかくですね、日常を使うときに20キロで走り続けることはないですよ。私もママチャリで自宅周辺はしょっちゅう乗り回していますけれども、20キロなんて出さないですよ、歩道で。歩道はもちろん20キロ出しちゃいけないけどね。だけど20キロ出さないですよ、自転車普通使うときに。車体の重さも全く違って、私その試乗の時向き変えようと思ったけれど全く持ち上がりませんでした。これでね、違法駐車されていたら通れないよって歩行者になった時に動かせますかって話ですよね。自転車じゃないですよ。自転車と同じ扱いにすること自体が私違うと思うんですけど、大臣いかがですか。二之湯国家公安委員会委員長。電動キックボードは駅から目的地までの短距離移動の交通手段となるものでなるうるものでございましてね、観光地等における移動手段として、活用しうるものであることから、地方自治体を公共交通機関により電動キックボードの活用に向けた取り組みが行われております。製造事業者により三輪タイプの開発が進められておりまして、若年層に限らず高齢者も含めた幅広い年代での手軽な移動手段としての活用が見込まれております。そのため一定の社会的有用性があると認識をしております。今回の改正案の内容は道路交通における原動機付自転車や自転車に関する規定の内容を踏まえつつ、特定小型原動機付自転車という車両の特性に応じてふさわしいルールを作成したものであり、単に規制を緩和したというご指摘は当たらないものと考えております。ただ先生、ご指摘のようにですね、安全、交通安全ということ観点は忘れてはいけないと思います。いずれにいたしましても、引き続き関係省庁や事業者と連携し、安全対策にしっかりと取り組みを、警察を指導してまいりたいと思っております。田村智子君。これやっぱ私は高齢者や子どもさんやね、障害者の方の安全が本当にどうなるかなっていうことを、とりわけ危惧せざるを得ません。で、次に自動運転についてお聞きします。今回レベル4、運転者がいない状態での自動運転を可能とする法案です。昨年東京パラリンピック選手村でレベル2自動運転中のバスが視覚障害者のパラアスリートへの接触事故を起こしました。トヨタは当初レベル4相当での運行を目指していたのですが、車両の前方人が横切り再発進する際の周辺の安全確認が不十分になる恐れが否定できずにレベル2相当の自動運転に変更をして、さらに常時誘導員を配置しバスに人が近づかないようにしていました。それでも停止後の再発進直後に左側から歩いてきた選手と接触をしてしまった。で、事故後トヨタは選手村の交差点6カ所に事故前の3倍、計20人の誘導員を配置するという厳重な体制で運転を再開したわけです。今回の改正にあたり、この事件についての検証はされたのかどうかなんですね。で、レベル4相当の自動運転では、事故が起きた際の救護義務や安全確保義務、これ特定自動運行主任者が果たすんだというふうに午前中答弁があったんですけれども、だけどそのじゃあ自動運行主任者というのは乗車義務があるんでしょうか。
法文のどこ読んでもそれは読めないんですけど、どうですか。警察庁楠木局長。お答えいたします。今回の改正案では遠隔監視を行う特定自動運行主任者を配置する義務を課すとともに、特定自動運行主任者が交通事故が発生した場合に消防機関に通報するなど必要な対応をしなければならないこととし、これに違反した場合の罰則を設けております。でまたこの対応が適切に実施されることを担保するための基準を定めた上で、これを履行するための措置を計画に記載させて、都道府県公安委員会がこれを審査することといたしております。でさらに許可を受けて実施する特定自動運行において交通事故があった場合には必要に応じ警察署長が許可の効力の仮停止を行うほか、都道府県公安委員会が指示や許可の取り消し等の行政処分を行うことといたしております。で以上のような規定を設けることにより人が乗車していない場合でも安全な運行を確保できるというふうに考えております。でなお改正案では遠隔監視を行う特定自動運行主任者をこういった形で配置する措置に変えて特定自動運行用自動車に乗車させるということも可能というふうな規定になっております。田村智子君。乗車は可能であって義務付けではないんですよね。それで果たして事故が起きたときにすぐに救護ができるのか、どっかから駆けつけてくるのを待つってことですもんね。それからそのことによってもたらされる交通のこの混乱ですね、それについて誰が対処するのかってことになると思うんですよ。つまりはもうレベル4は深刻な事故は起きないという前提での法整備であるとしか私には思えないんです。制限した範囲でやる実証実験でさえ事故は発生したんですよ。これ自動車のその作りとしてはレベル4だっていうふうにトヨタはレベル4をやるつもりだったんですもの、技術的には。で制限した範囲でやったけれども、それでも事故は起きたんですよ。ということは事故は起きないという安全神話ではなくてね、自動運転ではない自動車とか歩行者が混在する空間、これ事故は避けられないという前提での法整備が必要だったというふうに思います。そうするとやっぱりね、それは可能であるではなくて、さて対応する人を乗務させるということの義務付けが私は必要だと思うんですけど、いかがでしょうか。警察庁楠木局長。お答えいたします。深刻な事故は絶対に発生しないのかというお尋ねであると思いますけれども、今回の改正案では道路運送車両法に基づいた技術上の基準を満たしたレベル4の自動運行装置を使用することを許可の基準といたしております。で交通事故はさまざまな要因で発生するものでございますので一概に申し上げることは困難でございますが、この自動運行装置をその使用条件で使用している限りにおいては基本的な交通ルールを遵守して安全に走行することが可能であるというふうに考えております。でその上で今回の改正案では万一特定自動運行中に交通事故が発生した場合に備え遠隔監視を行う特定自動運行主任者を配置する義務を課すとともに交通事故発生時に消防機関に通報するなど必要な対応をしなければならないことといたしております。田村智子。これだから人が乗ってなくてっていうのは例えば子どもだけが乗ってるって場合だってあり得るっていうことなんですよね。誰も義務付けないんだもんね。大人は乗らなきゃいけないっていう義務付けないんですものね。本当にそういう法整備でいいんでしょうかということは私はとても強く懸念いたします。それからマイナンバーカードと運転免許証の一体化についてもお聞きします。マイナンバーカードとこう一体化を図る、そうすると免許証は引き続き交付されるけれども、免許情報を書き込んだマイナンバーカードであれば免許証を返納することできるし、また免許証の発行しないこともできると。運転中免許証所持義務、それから求められたら免許提示義務があります。運転免許証の表面には免許の種類、オートマチック限定かどうか、これもすぐ分かる。から眼鏡と免許の条件も明記をされています。それはもうパッと出してパッと確認できるっていうね、容易に確認できるっていうことだと思うんですけども、いかがですか。警察庁楠木局長。お答えいたします。免許証には警察官が自動車等の運転者から提示を受けた際に
そのものが当該自動車等を運転するための資格を有するものであるかどうかを確認することができるようにするため、免許の年月日及び有効期間の末日、免許の種類、免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日、免許の条件などを記載することとされております。田村智子。今回ね、マイナンバーカードを免許証に代わって使うというときには、提示しただけでは分かりませんよね、視覚的には分からないわけですよね。何らかの読み込むものを、じゃあ、警察官みんなが持つんですかっていうことにもなるんですよね、そんな読み込むものを。で、提示しただけでは分からないから、当然その、情報の確認、免許情報通りに運転してるかどうかっていう確認は、これ、今より私、時間がかかる、むしろ効率が悪くなる、集中的な取り締まり、例えば検問、こういう場合に、一層時間がかかるというようなことも起こりうるのではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。二之湯国家公安委員会委員長。ただいま交通局長が答弁したとおり、免許証と一体化されたマイナンバーカードの免許情報の読み取りにつきましてはですね、それぞれ警察官が携帯端末を用いて行うこととしておりますので、取締り等に支障は生じないと考えております。またマイナンバーカードと免許証の一体化により住所変更等の手続きがワンストップ化された場合等には免許保有者の利便性を向上させるとともに警察の業務の効率化にも資することから、法改正が成立した場合にはこうしたメリットが十分に発揮されるよう制度の円滑な運用に努めてまいりたいと思っております。田村智子君。これだからまだほとんど普及していないような状態から、じゃあ全国の警察の方がそのカードリーダーをみんな持つんですかっていうことになりますよね。検問やるときだけじゃないですもんね、ちょっと私は刑事ドラマの見過ぎかどうか分かりませんけれども、何かの捜査していてなんとなく不審だなと思ったところにコンコンってちょっと免許証確認なんていう場面はよく出てくるんですけど、そういう人たちがみんな今後はカードリーダーをみんなが持ってね、いやマイナンバーカード示されたらそれが本当にその人の免許証なのかどうかということも含めて確認するってことなんですか、みんなが持つんですか。警察庁楠木局長。お答えいたします。警察官が自動車等の運転者から免許証と一体化されたマイナンバーカードの提示を受けた際には、そのカードに記録された免許情報を携帯端末を用いて読み取ることといたしております。ただこの携帯端末につきましては、この免許情報を読み取るだけのためということではございませんで、警察活動に使うためにすでに整備をされているものを活用するという形で進めたいというふうに考えております。このためマイナンバーカードと免許証の一体化により取締り等に支障が生じることはないというふうに考えております。田村智子。じゃあ逆にあれですね、カードだから携帯端末で情報を送って、その情報が集中しているところからの連絡で確認するということになるわけなんですよね、ということですか。警察庁楠木局長。お答えいたします。免許証と一体化されたマイナンバーカードの IC チップの部分に、免許情報のうち必要な内容を記録することといたしておりますので、それを読み取ることによりまして、そのものが運転をすることができる資格があるかどうかについては判断できるようにすることといたしております。田村智子君。どこまでの確認かというのはちょっとよくわからないんですけれども、いずれにしてもですね、パッと見てとは違うシステムになっていってしまうということですよね。パッと見てわかるということではない。で、逆に今の聞いてて私はそうすると別の情報もすっとその警察のところに送られるっていうこともあり得るんだなっていうのを感じました。その IC チップにある情報っていうのがどこまで限定的にその見た警察官に行くのか、それ以上の運転免許証の確認だけではない情報も逆に言うと警察官のところに行くっていう可能性は否定されるのかどうか、ここはどうですか。警察庁楠木局長。お答え申し上げます。一体化された免許証と一体化されたマイナンバーカードの IC チップに免許情報を記録いたしますが、警察が読み取れるのはその免許情報の部分だけでございまして、委員ご指摘のとおり他の情報を読み取るといったことはございません。田村智子君。いずれにしてもマイナンバーカードの普及のためにですね、同行法による免許証所持や
提示の義務が果たされているかどうかのこの確認の手順を、要は複雑化するというようなことはですね、私は本末転倒だと思います。一体どこにメリットがあるのかということを指摘して質問を終わります。田村智子君。私は日本共産党を代表して道路交通法等改正案に対して反対の討論を行います。反対の理由の第一は、電動キックボードの運転を免許なしで行えるようにし、自動車道や歩道でも通行可能とするからです。急速な普及に伴って全国で電動キックボードの事故が急増しています。その背景には、歩道の通行などの通行区分違反、無免許運転などの違反行為の多発があります。本改正は、事故急増の背景である電動キックボードの違反行為を合法化するものと言わざるを得ません。現在求められているのは、規制を堅持し、その遵守を促すための取り組みの強化です。先行して電動キックボードが普及する海外では、歩行者との接触事故や駐車違反などが深刻となり、歩道の通行の禁止、免許の義務化など規制強化に踏み出しています。事業者の利益を交通安全に優先することは許されません。反対の第2は、レベル4自動運転の実現のために、事故時の救護義務、安全確保義務など、現行運転者が負っている義務を大幅に緩和するからです。昨年のパラリンピック会場での自動運転実証実験の人身事故は、現在の技術水準では歩行者などが入り混じる現実の交通環境で事故を完全に防ぐことはできないことを明らかにしました。事故を防げないのであれば、事故時の救護や安全確保をするために人間の同乗を義務とすべきですが、これを緩和するのは認められません。自動配送ロボットの通行も可能としていますが、歩道も通行可とします。現在の技術水準では、十分な歩行者との衝突などは避けがたく、安全性が担保されているとは言えません。交通への悪影響も懸念されます。マイナンバーカードの普及のため、免許証の一体化を進めようとしていますが、交通取締りの実効性に悪影響を及ぼし、交通への影響も懸念されます。マイナンバーカードの普及のために、このような措置を取ることは許されない。このことを申し上げ、反対の討論を終わります。